若毛長老物語は、室町時代に書かれたおとぎ蔵紙全一冊。島原図書館、松平文庫蔵書の写本一冊のみが現存する。その写本の奥書きには、天文十七年六月中旬の右大臣一条兼冬による一文として、右一冊社古前高校生恩寺の十作う々、ぬん、一生う々ぬんとあることから、古くから、剣冬の曽祖,祖父である一条。 金吉の著作であるとする説と反対に、ケンフユが金吉の著作であることを否定したとする説があった。だが、物語における、伊勢物語の解釈と、同物語に関する金吉の注釈書との差異があることから、同一人物の著作であると見るのは、難しいと考えられている。ただし、物語の舞台として、法徳2年6月17日の夜であることが明記。 されており、室町時代の著作であるとは考えられている。俗に、地語物と呼ばれる分野に分類されるが、この類型に見られる地ごとの断食を描くのではなく、反対にこうした風潮を否認するために書かれたという点で、珍しい作品と言える。一貫して、断食否定の啓蒙に重点が置かれているために、明確な気象点結を描き、物語としての教師は乏しい。 やや弦学的で、義文的な要素の強い物語という評価に、つながることになる。報徳2年6月17日の夜、清水寺に、通夜で集まった僧族が、世間話をしているうちに、断食の話題となる。そこで、俗人が女房を迎えることができるのにもかかわらず、断食に走るのは、親不幸で、展示開百以来の男女の道にも、方向の道にも反するとする意見が出される。 すると、仏典も、男色を認めていないのに、工房大師がそうであったという拒説が流されている。孔子も老子も挽回も、このようなことは唱えていないし、歴史書にもそういった話は載っていない。子供を産んで、仏法、王法を続けさせるのが、女人の得なのに、和家族がこれを阻んでいる。華道にも、男女の歌はあっても、和家族の歌はない。源氏物語。 伊勢物語にもそうした話はない。などの非難が夜通しで繰り広げられる。参加者が皆寺を出て下校した後で、作者は近年の天才や人民不和は断色の非道を咎めるためではないかと主張し、断色をやめれば天下性質、しかい安穏になるであろうと占めている。ありがとうございます。